ンドフレッシュマンデー。さあ、先ほどですね、緊急地震速報が発令されました、4時6分頃ですね、スタジオの中でも少しね揺れを感じましたね、先ほどの緊急地震速報、石川県、強い揺れが推定される地域が北陸、都道府県別では石川県能登となっておりました、新潟県内でも揺れを感じたという、地域あったかと思います。スタジオでもですねちょっと揺れを感じました。お机と椅子がちょっと横に揺れているような、感覚、それを私は、このスタジオの中でも感じました、後ほどまた詳しい情報が発表され次第、この番組の中でもお伝えしていきます。さて1月1日今日はお正月トーク、皆さんから、今何をしているとか、このあとこんなことする予定だよというそんなメッセージ送ってきていただければと思います。 X でもですね、私ちょっと日中にポストしたんですよ。今何してるっていうことで、ポストさせていただいた。で番組の途中ですが、 FM 新潟のスタジオからお伝えします。先ほど気象庁緊急地震速報が発表されました。大きな揺れに警戒してください。慌てず身の安全を図ってください。頭を保護して上から落ちてくるものに気をつけてください。慌てて外に飛び出さず、頑丈なテーブルや机の下でしばらく様子を見てください。運転中の方は慌ててスピードを落とさないでください。ハザードランプをつけて周りの車に注意を促してください。大きな揺れを感じたら急ブレーキをかけず、落ち着いて車を左に寄せて停車してください。台所やストーブで火を使っていても無理に火を消そうとするのは危険です。安全が確保できた上で火を消し、ガスの元を閉めてください。先ほど気象庁緊急地震速報が発表されました。石川県能登地方で震源の深さおよそ10キロメートル、震源の、失礼しました、地震の規模を示すマグニチュードは 5.7 と推定されます。先ほど地震による強い揺れを感じました。先ほど新潟県に津波警報が発表されて、されています、先ほどの大きな揺れ緊急地震速報が発表されましたが、その後新潟県には津波警報も発表されました。この後地震に関する情報が入り次第お伝えしていきます。サウンドスプラッシュ、ここまでは市政かまぼこの提供でした。 SDGs、それは持続可能でより良い世界を目指すための国際目標。一番差は次の世代のためにその達成を目指しています。おいしさを未来へ、一番差。
77.5 FM 新潟。ハミングプラザ VIP 新潟。照れたり感動したり笑ったり涙したり、つなぐウェディング、ハミングプラザ VIP 新潟。新春をことほぎ、慎んで新年のお喜びを申し上げます。日生不動産株式会社、日生不動産販売株式会社。ハッピーニューイヤー。2024年もエングラフは広告を通じて新しいご縁を紡ぎます。ハッピーニューイヤー。ミッドガーデン、玉三郎、スロットザップ、お正月も休まず営業、 MID グループ。ハッピーニューイヤー。新春を迎え、皆様のご多幸をお祈り申し上げます。ハートネット新潟社員一同。牛内丸山スキー場プレゼンツ、スニュー。上村智瀬です。金曜日のサウンドスプラッシュ内、午後4時30分頃からオンエア。今シーズンニューなこと満載な牛内丸山スキー場の情報をお届け。スキー場と電話もつないじゃいます。聞いてね。番組の途中ですが、ここで先ほどの地震の情報をお伝えします。番組の途中ですが、 FM 新潟のスタジオから地震の情報をお伝えしていきます。先ほど4時6分頃地震がありました。震源地は石川県能登地方で、震源の深さはおよそ 10km、 地震の規模を示すマグニチュードは 5.7 と推定されます。そして4時10分頃にも地震による強い揺れを感じました。震度7、石川県能登、そして震度6弱、新潟県中越、震度5強、新潟県上越、下越、佐渡、その他他県、隣県でも震度、揺れを感じている県がございます。石川県や長野県、岐阜県、山形県などでも強い揺れを感じています。そして津波警報が発表されました。新潟県上中下越、津波到達が最も早い場所です。新潟、午後7時47分ごろ、第一波の到達予想時刻は午後4時50分となっています。続いて粟島です。津波到達予想時刻、第一波の到達予想時刻は午後4時50分となっています。続いて柏崎市クジラ波、クジラ波では午後4時30分第一波津波到達予想時刻となっています。続いて佐渡です。佐渡市鷲崎、第一波津波到達中と推測、4時30分となっています。津波警報を発表している沿岸では津波への警戒をしてください。命を守るため、高台などの安全な場所に避難してください。津波警報が発表されています。上中下越、新潟、まずは新潟です。第一波津波到達中と推測、4時50分。粟島、4時50分。柏崎市クジラ波、4時30分となっています。津波警報が発表されている沿岸では津波への警戒をしてください。命を守るため、高台などの安全な場所に避難してください。また新潟県内では長岡市中之島で震度6弱を観測しています。その他震度5強、長岡市、三条市、柏崎市、刈羽村、見附市、南魚沼市、糸魚川市、妙高市、そして新潟市西区、阿賀町、佐渡市相川などで震度5強を観測しています。新潟県内では
長岡市中之島で震度6弱を観測しています。その他震度5強、震度5弱、そして震度4を観測している地域もございます。番組の途中ですが地震の情報をお伝えしています。先ほど4時10分頃地震による強い揺れを感じました。震度7石川県能登、石川県能登地方で、震源地は石川県能登地方です。震源の深さはおよそ10キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 5.7 と推定されます。また津波警報も発表されています。新潟第1波到達予想時刻、このあと午後4時50分淡島、このあと午後4時50分柏崎市クジラ波、このあと午後4時30分となっています。また佐渡市鷲崎ではこのあと4時30分と第1波津波到達予想時刻が発表されています。津波警報発表されている地域、沿岸では津波への警戒をなさってください。命を守るため高台などの安全な場所に避難してください。この後も FM 新潟のスタジオから地震に関する情報をお伝えしていきます。